なるほどね。フールさん1位だよ。おい。じゃあね、はやちゃん。マイク最あ、なんで？マイク再生聞こえないだって。あ？マイク再生って聞こえない。え、でもそんなこと言ったらさ、どうやってこうやればいいの？上向きになっちゃうよ。あ、聞こえた聞こえた。で、今。佐野隼人くんね。どうも、こんばんは。佐野隼人です。お願いします。お願いします。なんかさ、ジュタラのとこさ、めっちゃ明るくない？なんで？俺、裏技使ってんのよ。お前、教えろよ、そういうの。テレビ、どうしてる？はけた？テレビ、はけた？ちょっと奥にあったよ。奥にやって、俺、テレビをこっち向きにしてんの。で、テレビつけたら白くなるの。それで、光。イうわ、ちょっと一回切るわ。エイ。いいよ、切って。一回切るわ、いいよ。やられたわ。その瞬。なんちゃう？そのシュンと見るから却下しました。何してんの？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 塩。全然集まんないんだけど、何？ちょっと一人の時間こんな長いと思ってなかったからさ。あ、フォローみんなありがとうございます。すごい、1万人もずっと見てくれて。ありがとうございます。佐野隼人と同じグループの、ミルクというグループの山中です。ドラマ見てください。でね、なん、な、な、あ、しんちゃん来た。今日はね、ご飯食べていきまーす。あ、来た！お待たせー。あえれ、なんかカーテン開いてる？開いてないか。え、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 
ワンちゃん声聞こえるんじゃん、隣の部屋で。隣の部屋だったっけ、俺ら。じゃないか。あれ、みんなはもうなんか、うん、やばいんけど。来ないんよ。来ないへんな。同じメンバー、楽しんだらやつ、よろしく。よろしく。そんななんか、ヒップホップグループみたいな、よろしくみたいな。ねえ、大ちゃん、やり方分かってないでしょ。大ちゃん、うわ、なんかすごい、めっちゃフォローしてくれたんだけど。そうなんだよ。え、嬉しい。さっき、ハイちゃんが一緒に入ってたんだけど、もう、今、8000人ぐらい。ハイちゃんも今日来るよね。来るはず。あ、大ちゃん来た、大ちゃん来た。わ、めっちゃフォローすごくない？なんか止まらないんだけど、俺。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、来た。誰だ？あ、来た、来た、来た。来た、来た、来た。やり方、俺。わかんなかった？マジ？やほーい。大ちゃんさ、大ちゃん、ここのホテルの Wi-Fi 繋いだ？繋いでない。10繋いだ？繋いだ。ワンちゃん、大ちゃん、カクカクしてる説あるかも。嘘。あ、まあ、カクカク、大丈夫大丈夫、大丈夫。大丈夫か。うん。下の早くミルク、なかなか来ないと。なんかこれ、おもろいな。みんな黒の服着て、なんかおもろいな。今日はね、今日別に何もすることないんだけど、ご飯食べてますって、うん、みんな同じご飯。はい、はい、はやちゃん待って、早くして、はやちゃん。ねえ、照明。え、俺さ、お弁当、みんなさ、お弁当冷めてるっしょ。うん、俺めっちゃあったかいな、お弁当。え、なんで？ほら、湯気出てないかな。なんかさ、ライフハックみたいなやつさ、見るの好きで。ああ。見せれんのかな？見せるやめとこ。なんかさ、お湯沸かすやつあるじゃん。ああ。うん。お湯沸かすやつを、蓋をポッて一瞬外して、うん。で、上にこれを乗せたりすんのよ。おうおうおう。そしたら湯気がこう、ファーってなるやん。うん、なるね。うん。めっちゃ温まるの。え？あれ？電気代食うんだけどね。あ、早く来るぞ。
ほら、佐野さん、佐野さん、大丈夫？ハイチン？迷ってん！みんなで登場しようよ、それで。あ、やろう。いくよ。せーの。やめよ。ねえ。もうやめ。しかもさ、しゅんちゃんより声でかんか知らんけどさ、あの廊下通してなんか生の声聞こえんだけど。多分俺や。ちょっと逃げる音量。気をつけ。ほんま、ごめんよ。今日はご飯食べて4人食べていきます。はいはい。今日は何があったのか、佐野さん。え？今日は何があったのか。今日は鹿児島県の方で、まあ、ライブをしましたね。今、鹿児島にいますね、うんうん、だからね。ちょっとさ、俊太と大地さ、Wi-Fi つないだ方がいいかもよ。住太郎通るだけめっちゃ電波いいもん。いやいやいや、俺めっちゃ電波いいで。大ちゃんと大ちゃんが悪い、逆に。え？じゃあ、俊はつないでる？俺つないでるよ。ああ、じゃあ俺だ。ちょっと待って、Wi-Fi がめっちゃ悪いわ。ちょっといただきますしないでよ、まだちょっと、いやごめん、お腹空いてるから。いや、まじ10秒以内、10秒以内ならいいよ、まず10秒以内で。おぉ、10、9、8、7、6、5、4、3、絶対来ないよ。2、1。あ、申請来た？待って、ラスト新鮮見ます。来てます。いただきます。はい、いただきます。いや、こんなダメです。やば、こいつひど。待ってあげん、そんなん。大ちゃん悲しいやろ。待って、ソースだけかけ。今日のご飯はとんかつです。おい、ご飯みんな同じ？え、違うの？おい、食べてんねん。食べてないよ。もう食べてへんで。大地さ、くるくるしてるやん。その間にさ、十太郎が、はい、リクエスト決めません、食べようかって食べてるの見ました。あの、十太郎だけ食べました。俺は食べてない、まだ。うん、俺も食べてへんで。やってるな、十ちゃんな。なんか、なんか可愛いのかぶって。お前何、サウナハット？サウナハットみたいな帽子欲しかったんよ。ああ、うん、昨日買ってんな。うん、昨日買った。同じの持ってる。一瞬やんけ。一瞬やんけ。これがあるかないかやん。俺も昨日鹿児島でこのズボン買った。そうやな。そうなの？俺も鹿児島で買ったこれ。マジ？うん、マジか、俺何も買ってねえわ。はぶられてるやん、お前。靴下やったな。え、靴下ない、何した靴下買った。え、目隠しとくわ。汚なお前。汚いって。ご飯食うね、今から。いただきます。じゃあいただきます。ちょっとね、せーの、いただきます。いただきます。まあ、ちょっとジントくんがね、ちょっと風というか、まあなんていうんですかね、インフルエンザ、うん、インフルになってしまいまして、ちょっと今日鹿児島の里帰りツアーでね、今分かんない方に言っておきますと、各メンバーの地方に回って、僕だと愛知県、住太郎栃木県、俊太三重、大地和歌山って回るんですけど、仁斗君の故郷鹿児島県に彼不在のライブになってしまいまして信じられないですけれども。まあ、ちょっと、ジント君に会いに来てくれた皆さんに本当に申し訳ありません。本当すいませんでした。すいませんでした。まあ、ちょっと、まあ、ちょっと、ジント君いないんで、代わりの配信でもないんですけど、ちょっと一旦、まあ、ちょっと、みんなで、ね、うん、今年ミルク盛り上げていこうぜっていう配信をしようかと思いました。うんうん、まあ、みんなでご飯を食べましょうって話ですね。そうだね。はい、なんか、普通にビデオ通話してるみたいだね、みんなで。うん。そう。まあ、なかなかね、本当はみんなでご飯も行きたかったんですけど、ちょっと、しっかり安静しようということで、うん、ちょっと、ビデオとは出たくないって、じゃあインスタライブすればいいじゃんってなりまして。うん、どういうことや。どういうことや。
ジント君はどこですかってコメントですね。寝てるな。え？寝てるでな。え？もう多分寝てるでな。え、寝てるよ、ジント君多分。どうすんだよ、ここから陰霊参加してきたら。すいません。ここはもう、怒るよ、俺。だいぶ、くれて話してる。私、陰雷はまあ確かにできなくもない。まあまあ、安心して。もうボロボロでしょ、りんちゃん今。ボロボロだよ。本当にあの、お大事にってコメントしてあげといてください。吉田さんにインスタ、うん。ごめん、ちょっとわかんないんだけどさ、これ何このソース？なんかね、マヨじゃないの。あ、マヨ、うん。タルタル？あ、マヨ？つけてみて、シュンタ、これ。毒味して。何これ？え？こうやって最年長が最年少に向けていつもやってますんで。ああ、お前が美味しいって言ってるか、これ。いただきます。やあ、うまい。マヨ？うん。多分フレンチドレッシング。あ、ドレッシング。え、ドレッシングなの？キャベツ用ちゃん。うまい。ドレッシングだ。うまいな。うまい。え、そんなあるの？なんか出てきたナダルさんの顔が。え？え？え？どうやってやんのそれ？呼んでみ、ナダルさんって呼んでみ。ナダルさん。ハヤトおらんくなって。ナダルさんがいる。抜けてった、はやちゃん。どうしたん、はやちゃん。え？はやちゃん、電波ある。はやちゃん。電波あるんかな？部屋、トントン。うん。行ってくる？トントンしてきて。なんかさ、うん。ナダルさん呼んだら、なんか締め出された。なんで、これ。え？そんなことある？ナダさんのエフェクトやろうと思ったらなんか締め出された。なんでこれ？なんかあるのかな？わかんない。いただきます。星間ミークですかね、これは。黒豚やな、黒豚。うーん。うまい。うまい。うまい、これめっちゃうまいじゃん。うん。なんかやってるし。怖いよな、実際。何があるか分からんけどな。うわ、なんか顔違くない？え？何かけてんだよ、重太郎。怖っ。な変な顔になるね、魔女みたい。ね、目、目が寄るね。うん。ナダルさん、どこにあんの？ナダルさん、これ、追加しないとないな。あ、そうなんだ。うん、いいの？もうすげえ。こんなエフェクトあるんだ。ねえ。うん、え、すごい。ちょっと謎のやっぱあんの？いいな。え、みんな歩く。怖っ！なんか怖いわ、ホテル一人だと。俺らがいるって。あれ？あれ？おらんくなった。だ本当に嫌な人いるそれ。何？ハヤト君何？そんなに嫌な人いる？なんか超特急さんの衣装でそういうのあったな、なんか前。あったあった。あったよね。やな。そんなに嫌な人いるんだね、本当に。うん。絶対似合うよお前。そっちの方がかっこいいよいつもより。アホか。しゅんちゃん来る。あ、お待たせ。あれ、大ちゃん、ごめん。はい。なんでも似合うの、大ちゃん。ね。すごいね。いいなぁ。おもろい。ガチでおもろい。葉っぱそんな似合う人いる？なんか似合うな。いいなぁ。
あ、はやちゃんもいいよ、それ結構。それいいよ。帽子か背景かどっち？背景。あ、背景。うん、背景だね。もう俺らこの4人でさ、インスタライブの初めてじゃない？うん、初めてだ、うん、なんか不安、毎回できたと思ったけど、誰か一人できないんだね。今日だったらジンちゃんさ、体調悪いからあれだけど、確かにね。うるさいな、このインスタ。うるさいな、いっぱいあるもんな。みんなこれ目痛くなる。あ、目回るってみんな。あ、やめとこうか。俺も なんか目回ってやだって。マジ？切るわ。ごめんな。でも大ちゃんのはなんかリラックス効果あるって書いてあるよ。ごめん。目回るの俺だわ、ごめん。一回抜ける？切れないんじゃない？いや、持ってる。抜ける。ん？とんかつ めっちゃ美味しいね。とんかつうまい。うん、このマーク、あ、うん、あ、やべ、なんか普段からさ、俺ら学園とかプライベートよく話してるじゃん。うんうん、なんか話すことなくね？真面目な話になるからね。そう、なんか話すことなんもないんだけど、マジで。うん、真面目な話。やばいね。やばすぎるな。どうするか。いや、今後どうしてっか会議しようよ。ええわ。え？いつもやったら会議しよう。いつも通りでやってみる、一回。大抵。そしたら俺。お前寝るやんじゃん。大ちゃんもう2、3回寝てるからね、会議。2回ね。2回か。変わんねえよ、2回も3回もよ。え、でも実際さ、バレてないだけで寝てた時ある？ある。え、何回ある？何回？もう正直に行こう。え、前のね、ガチで寝たのバレたやつあるやん。うんうん。あれが2回やん。2回だね。うんうん。え、寝たっていうか、パッと起きて会議に参加したのは、うん。でも2回ぐらいですかね。ああ、まあ言うてもか。まあ4。すごいよな。寝れないよ、普通。いや、俺も寝れないと思ってんだけど、寝ちゃってんのよ、ほんとに。気づいてない。なんかスタッフさん含めて、まあ何人、10人ぐらいで会議をしてて、夜にね。で、なんか、通話をみんな、じゃあお疲れ様でしたって切るじゃん。うん。で、まあなんか俺はそのメッセージのさ、そのアプリなんかをチェックしてさ、なんか他の人からまあメッセージ来てるかなと思ってチェックしたらさ、なんか通話中って書いてあって、その会議でね。え、まだやってたのにやべえと思って、ピロンって見たら、大地くんだけこうやって、人だけアプリやって、大地大地って言ったら、あ、ごめん寝てた。私まだ寝てるみたいな。終わってんねん。おるせえや。いや、まず、最初さ、何バレてないと思ってるからさ。うん。そこまで、ま、ん何みたいな。なんかバレてました。すいません、あの時。うん、いや、うん、みんな可愛い可愛いって言ってくれてるよ。いや、それダメなのよ。俺甘えさせたらダメなのよ。本当に甘えるタイプだから、甘えさせたら。うん。だよ。終わっていい。え？ファンの方、なんか僕らに質問とか送ってください。僕ら今、あの話に。TikTok どうしていく？いや、それな。TikTok ね。今日も撮ったよね。撮った。テレパシーがね、いろんな人やってもらって。テレパシーいろんな人やってもらいたいんだよな。うん、うん。
今これもう7000人ぐらい見てくれてるから、やっぱ7000人ぐらいやってほしいよね。うん、まあ、やってほしい、ね、まあそうね、僕ら年内にさ2023年の目標を決めたじゃないですか。うん、これちょっと発表してっちゃうの。ね、あ、いいよ。はい、でまず個人のあれで言うと、まああれ、しゅんた何人だ、まあちょっとインスタグラム例えばね、例えば、うん、しゅんたくん何人でしたっけ。僕は半年半年、え、1年の、うん、僕なんて言ってたっけな、半年のはまず10万人、はいはい、うん、で1年で15だ。15万、やばいよ、うん、だからまあ単純計算3倍ぐらい、3倍ぐらいだよね。うん、だから来年には3倍のフォロワーを目指します。なるほど、まあフォロワー増やしというよりかはちゃんとそのなんていうの、積み重ねで、もちろんまあまあそれが1個数字だけど、なんていうの、投稿頑張ったりみたいな、ね、まあ、うん、しょまる大福用意しよう。僕ね、なんだっけな、今の、うん、今7万人ぐらいなんだけどさ、うん、なんかプラスこれ10万人にするっつったよね確か。あ、言ってた言ってた。で10万人だから17万人1年、半年の方が決めてないんだけど、まあまあミルクなって、うん、でもインスタとかもさちゃんと受けて、今日フォローしてくれてるしさ、それで1年で17万人、ちょっと歯切れ悪い。いや行こうよ、山中80は？俺は50万人。オーマイグネス、オーマイガー、50万人、頑張るよ。でも最近ジュズ君伸びすごいですからね。いや伸びてるね。うん、だって12月のさ後半に10万人いったばかりでも今5000人ぐらい増えてるからね。5000人ありがたいことに。いいね。まあそれ、佐野さんは、佐野30は200万人。200万人、200万人って一月に10万人ペースぐらいなんだけど誰ができるそれ。いやでもそれをやって抜けるのがはやちゃんですから。そうです、これ100万ってね、50万の時点で100万目標で50万伸びたよね去年。そうだよ、うん、そうですね。まあこれ数の話ですけども、ね、まあね、うん、フォロワーの方も増えればさ、ミルクを知ってもらえてるんだなと思って嬉しいよね。やっぱそうです、ミルクの目標として僕らの目標って感じで。そうだね。なんでさ、そんなにフォロワー増やしたいのってめっちゃ売れんの俺。はいはいはい。さあ、なんかそのフォロワー増やしてって、フォロワーなんでそんな増やす必要あるんですかって言われるんですけど。確かに。それ僕らドームツアーがしたいからですよね、それはね。そうです。うん。そうだよ。ドームツアーするって、ドームツアーするって約束をしたので、ファンの皆さんたちとね。うん。まあその叶えるための一個の指標として、やっぱりまあ大体その調べるわけですよ、ドームツアーをしてる皆さんってどのくらい人がいるかみたいな、うんうん、ここであこのくらい知ってもらえればドームツアーできるんだなっていうので、まあちょっとそこの一個の数字の目標ね、うん、まあ一個はまああれですよね、ファンの皆さん楽しませるのがもちろん一番ですけれども、うん、え待って、なんでこんな真面目な話してる。やばいやばい、めっちゃ真面目、真面目すぎた俺ずっとうんうんやってたもう本当に。いやここでついに行くよ俺。何？あれやん。まあ会場とかで言ったらさ。お。あえ？行っていい？やばい。待って待って待って、説明しなきゃまず。あのですね、YouTube の企画で、あのドーナツのあの一かけら、これ丸いやつあるじゃん、これじゃなくてね。うん。一かけらなんかに一個無限に食える説っていう検証で、僕があの速攻脱落しまして。うん。半年ぐらい、半年以上、半年以上、ドーナツ禁止でした。やばすぎ、やばいよ。え、本当に食ってなかったら、マジで食ってないんだって。そう、うん。
ドーナツが、わかんない、もう大好物だったらもしかしたら、ね、我慢できない可能性あるけどさ、もう、まあまあまあって感じだったから、もう本当に耐えたの、タイミング。うん、なんで。え、今行っていいの？はい、行くの？はい、行こう。今やるぞ、ここで。いや、これ、みんなこれちょっとマジ、半年ぶり。うわ、ちょっとスクショしとくわ。いきます。すげえ。うわ、いった。おー、いった。おいしい？うわー、あめー。お感想それ。お前、嫌いなんドーナツ。そのリアクション。うめえじゃなくて、あめえだったからね、今。あ、あとで食べます。これさっきのフォロワーで言うと、YouTube もさ、決めたよね、俺ら。ちょっと待って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 。早い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 。真面目、そんな真面目な話してしまらんから。これ半年頑張ったの、俺。うん、余韻ゼロやん。ごめんなさい。もう3分までかなと思って、もう早終わらせやなあかんのかなと思って。ああね。あ、そうなの？あ、30分までなんだ、今日。いや、まあまあ、なんとなくね。なんとなくな。まあ、まあ、ジュタくん、ドーナツがよく頑張りました。うん。はよ。あれ、ポテトもだもんね。ポテトもあります。ああ、正直、ポテトは年始に実家帰ったら出てきて食べちゃいました。すいません。食べた？年始ね。年始食べちゃった。ごめんね。まあいいよ、それ言いたかったけどな、お前が食べるところな。うん。うん。何、え？それ。乾杯。乾杯。乾杯。待って、マフラーついてない？お。あ、それ、これね、5本に1本ぐらいなんで。あー、来た？あ、まあまあ少ないのよ。なんで？え？少ない。え？なかなかないんだよね。出たー！なんで？やった、だからさ、言ってんじゃん、だからさ。何が？シュンタ！もしもし、座ってる？シュンタ、鹿児島で何食ったの？鹿児島で黒しゃぶしゃぶ食ったよ。あ、黒しゃぶしゃぶ食ったんだ。うん。ああ、美味しいね、これ。美味しい。痛かった。うん。まあ、だその、さっきの大地の話に戻りますと、うん。まあ、YouTube とか TikTok を目標決めてるわけですよ。うん。うんうん。まあ、YouTube は、まあ、30万人行きましょうかと。うん。TikTok は50万人行きましょうかと。うん。いう目標を決めてますので、はい。まあ、僕ら、今年ね、アリーナでライブやりたいと言ってますし、うん。来年、もう再来年、ドームツアーをずっとしたいので、まあ、そのためにはやっぱどんどんね、とにかく、ミルク楽しい、いいグループだよっていうのを広めてもらわなきゃダメだと。そうだね。なので、見てくれてる皆さんにかかってますよって話です。うん。ね、大ちゃん。あ、踊ってくれてる人もいますよ。テレパシー踊ってくれてる人もいるし、面白いところをなんか動画にまとめてるなんか人とかもいますし。うん。マジありがたい。マジで本当に。なんかね、そういうのになんかさ、まあなんかコメントみたいな俺らの公式もできたらいいんだけどねと思いつつ、うん、そういう話もしてるよね。うん、チェックメイトツアーっていうのが直近でありまして、 それがもう、まあ東京、福岡、大阪、名古屋、愛知、うん、もう東京しかもう買えないんですよ。ごめんなさい。ほぼね。そうだね。ほぼっていうか買えないんでしょ。買えないらしいんだけど。ソールドアウト。だったかな。あ、もう出したんだっけ。わかんないけど。結構、申し込み半端なかったらしいよ。ね。で、東京、まだ来れるみたいな話があるんで。東京、さっき5月。5月だよね。東京はね。7だっけ。5、7。うん、東京、ぜひ来てください。うん、今すごいね、コメントでも、ファンクラブ入ろうか迷ってるとか言ってる人めっちゃいるんですけども。うん。入れ。強引、怖怖。あ、はい。サオさん、怖い。サオさんさ、可愛く頼んでみたら一回。確かに。一回可愛いところ、可愛く頼んで、ちょっと。うん。可愛く頼んだら入ってくれるみんな。
あ、そうだよ。まあ、もう考えてくれるんちゃう？ダメ、入んないとダメだよ、それは。ミルクのファンクラブ、入って。だから、本当にさ、何？出る側の人間として一番やっちゃいけないことしちゃった、今。中途半端。今の動画でまとめられて、TikTok やな。やばすぎ。一番中途半端、やば。やったね、これ。やったなぁ。いや、ね、本当に欲しいよね、チェックメイトね。うん。そうだね。入るのやめただって。うわ。え？で、今、母親からメッセージが来たんですけど、うん。うん、二言ですね、二言。キモときました。あ、キモ？ママ。キともだけ、キモ。そうだ。俺のママ、キモとか言う人だったっけ？そんな、キモとか言う親だったっけ？ちょっとギャルになってきてる。びっくりした。キモ。キモ。やめてよ。うわ、弟で会ってくれ。弟で会ってくれ、ほんとに。って感じっすかね。うん。まあ、この後ちょっとキラリとかもやりますしね。そう、うん、キラリやるんで。みんなやる？やる。やる。やるかな。OK。まあ、キラリっていうのは、各メンバーのなんかファンコミュニティみたいな。うん。まあ、各メンバーと盛り上がりましょうみたいなやつなんですけれども。まあ、それはちょっと、ここにいる、7000人、まあ、ちょっと持って、2万人ぐらいのファンの方見てくれてますけど。盛りすぎや。2倍いっとるな。まあ、その方、まあ、おのおののね。コミュニティの方に分散して、ちょっとジンド君今日いないんで、まあジンド君見てくれてたら、うん、まあ僕のコミュニティに来てくれて、おお、ジンド君のファンの方は僕のコミュニティに入ってください。いやいや、僕の入ってください。ジンド君の方は僕なんじゃなかったっけ？いやいや、俺、はい、僕じゃあジンド君の部屋行くな。ジンド君の部屋で配信します。いや、わっ、お寝てるかもしれへんのに。一番だって知ってるもん、俺、ジントのこと。俺、ジントのこと一番好きだから、ジントのファンの方。え？いやいや、ジント。今日も相当言ってたよ、いろいろ。ね、うん、近い距離、嫌だとか、リーダーなんですけどね、リーダー。ほんと嫌だって言ったもんね。嫌だとか言ってたじゃないですか。洗濯機もしてたし。いや、俺言えないもん、好きだから。うん。近くて。嘘つけ。いつもお休みラインしてるよ、俺。ジントに？ずっとメッセージで、いつもおやすみって。気持ち悪い。メンバーやろ。キモい。あれ？ナイちゃん言わないけど、本当に好きじゃない。なんも言わんやん。好きじゃないとかじゃない。俺はもう、でもあれよ、オーディションが一緒だから、うん、まあ好きとか嫌いとかじゃなく、うん、よく知ってるよって話。なるほどね。そう、うん、じゃあ大ちゃんのコミュニティに行ったら、じんちゃんの話もまあいろいろ聞けるしみたいな。まあそうやんな。よいや。絶対払ってんやん。そう、じゃあもう行きましょうか。一旦まだ各メンバーのフォローもお願いします。ここにいる、うん、フォローしない人、はい、お願いします。それぞれのフォローをよろしくお願いします。チェックメイトツアー来てね。来てね。来てね、待ってるわ。キラリで待ってます、皆さん。みんな、ごちそうさま。ごちそうさま。はい、うん。せーの。ごちそうさまでした。バイバーイ。じゃあねー。